こんにちは、ヒラートフットボールクラブでございます。さあ、この時間はですね、 J2 の第5節でございますね、また、3月の、18、19日に、分かれて行われるというところで、こんなゲームがありますよというのをお伝えしていきたいと思います。まあ、3月18日土曜日はと言っても一試合でございますが、この一試合がちょっとしびれるゲームになるんじゃないかなと思っております。ジュビロ磐田と清水エスパルスということで、静岡ダービーということになりますが、共に勝ち点4での静岡ダービーということになります。ジュビロ磐田の方は1勝1分け2敗、清水エスパルスの方は4引き分けで勝ち点4。これだから本当にこのゲームをきっかけに、したいというところもありますし、ちょっとこのゲームに敗れるとというところもありますし、どちらにとっても本当にちょっとこうしびれるようなゲームになるんじゃないかなという感じがいたします。ただその中でもジュビロ磐田の方がこうなんかバランスがゲームを見てても取れてるのかなと、あの勝ち点4ではありますが、あの守備もしっかりしてますし、あの自分たちのリズムをもっとこうで戦ってうまく攻撃まで移れてるかなという感じがいたします。逆にエスパルスの方がもしかするとまたメンバーも少しいじってくるような、なんかそんな可能性もあるのかなという感じがいたしますが、本当にこれもダービーだけでも、相当しびれるゲームになるんですけど、この J2 で、戦っていく中で上位に入っていくという意味においても、このダービーは非常に、大事なゲームになっていくかなという感じがいたします。ジュビロ磐田の方は中川選手がセンターバック、前節、レッドカードありましたので、出場停止ということになりますので、そのあたりの、守備陣の並びみたいなどういう形になっていくかなという感じがいたしますが、まずはどちらも、勝ちたいというのもありますし、どういう形で、ゴールを奪っていくのか、松原光選手、そして金子選手にとっては古巣対戦ということにもなりますし、非常にしびれるゲームに、なっていくと思います。これ一試合ですかね、 J2 はこの日は、ジュビロ磐田と清水エスパルスのゲームぜひご覧いただきたいと思います。さあ、そして残りの10試合は日曜日3月19日のゲームということになります。上から見ていきたいと思いますが、3位ブラブリッツ秋田は18位の水戸ホーリーホックを迎えてのゲームということになります。ブラブリッツ秋田は本当にいいシーズンの入り方をしたかなという感じがいたします。ここまで、4戦負けなし、3連勝、そしてその4戦とも無失点という、戦い方をしております。多分戦い方は不変だと思います。本当にこう縦にボールを奪ったら縦に行く、僕そのあたりはね本当に迷いがないという、感じがいたします。だからそのあたりは水戸ホーリーホックは、いわきと戦った時にちょっとこう縦に来るような、プレスも激しく来るようなチームにちょっと苦しんだ、部分もあったので、そのあたりで水戸は、秋田ホームのゲームですけども、どういう戦いも、そしてまた今季まだ水戸勝利はない、内容は悪くはないと思うんですが、なんとか勝つためにもその相手のプレスをどうやっていなしていくのか、どういう形でそのボランチ、またこの前田選手と安永選手いいんですけども、どういう形で使っていくのか、ちょっとそのあたりを見ていこうかなと思っております。秋田がこの負けなし、続けていけるのかというところも見ていきたいと思います。さあ、そして、ようやくですね、モンテディオ山形5節ですけども、ようやく、ホーム開幕ということになりますが、そのホーム開幕で迎えるのが首位になっております、 FC 町田ゼルビアとのゲームということで、このゲーム面白いんじゃないですかね。本当に、山形ちょっと、前節見てても少しスムーズさを欠くようなところはありましたが、それは大きく変化させるというよりも、多分微調整で山形らしさを取り戻せると私は思っております。で、前節も途中出場のチアゴ・アベス選手、国分選手が入ったところで3人目の動きのようなものが出てきたりというところでは、山形らしさはすぐ取り戻せるかなと、個人的には思っておりますが、ただ
相手が今、かなりいいシーズンの入り方をした FC 町田ゼルビア、組織的ですし、なおかつこの力も前線生きてきてるというところでは、これはかなり、動きのあるといいますか、組織的な戦いも面白いですし、個々の局面でも相当面白い戦いになっていくのかなというところで、今節またこれも注目のカード、モンテディオ山形のこのホーム開幕戦、山形と町田、こちらぜひ注目していただきたいなと、私は思っております。さあ、そして、15位いわきですけども、20位徳島を迎えてのゲームということになります。いわきの方も、まあ、前節仙台に勝利しました。かなり、強烈な、プレス、迷いのないプレスを持っていくなという感じがいたしておりますので、で前節のやっぱりこの仙台に勝利したというのは、これかなりいわきにとっては、選手たちにとっては相当自信になったんじゃないかなと思っております。まあ、徳島はボールを持つのが特徴な部分もありますが、そこに対して、いわきは猛烈なプレスをかけていくと思います。徳島がそこでさらに持って相手のプレスをこういなしていくのか、一旦ちょっとこういわきを裏返すような、ボールも入れていくのか、そのあたりのちょっとこの徳島の戦い方みたいなところも注目していきたいなと思っておりますが、徳島はまだ今季勝利がありませんというところで、早く、まず初勝利を挙げたい徳島でありますが、そのいわきのプレスとこの徳島のポゼッションみたいなところ、この戦いも見ていきたいなと思っております。さあ、栃木ですけども、まだ、勝利がないんですが、ホーム連戦ということで、前節劇的勝利の大宮アルディージャを迎えてのゲームということになります。ただ栃木もなんかこうなんか可能性が感じる、特に前節矢野貴章選手がスタメンに戻ってきて、なんか雰囲気が出てきてるかなという感じがしますが、ただその流れでなんとかゴールまでつなげたい、そしてそれを勝利につなげたい、栃木ということになりますし、逆に大宮にとっても前節勝利しましたけども、流れ的にはやっぱりジュビロ磐田の方がゲームの流れはあったので、ただその劇的勝利をつなげたい、だからこのゲームで勝利を、栃木はなんとかまず初勝利をもっとこう取り寄せたい、持ち込みたいというところもありますし、大宮にとっては前節の劇的勝利をつなげていきたいという部分でも、これ栃木にとっても大宮にとっても非常に大事なゲームかなという感じがいたしております。さあ、ザスパ草津群馬もこれホーム連戦ということになりますが、ベガルタ仙台を迎えてのゲームということになります。群馬の方はかなりこう守備もかなりこう連携も取れてますし、前線の攻撃陣も、のびのびプレーができてるんじゃないかなと、私は思っておりますが、仙台の方は、まだちょっとこの最適解みたいな、なんかこのどの選手の並びでどういうシステムでいくのが一番今季の最適解なのかなみたいなところが、まだちょっとはっきり、こう見てる側にはちょっと伝わってきてないところもあるかなというところで、そこが徐々に徐々に出てくれば、もちろん仙台ポテンシャルあるので、これ最適解に近いものが見えてきたら相当強くなる、とは思っているんですが、そのあたりはどういうところに出てくるかなと。ただ仙台はその中でも左サイドの相良選手は非常にアグレッシブで面白いと。こちら相良選手は左で20歳の選手で、群馬の方は右サイドバックの岡本選手19歳、これももう19歳ですが、もう存在感見せてますというところで、この群馬の右の岡本選手と、仙台の左の相良選手とのマッチアップ、ここはかなり面白いんじゃないかなと、ここは見ものというところです。このマッチアップぜひ注目していただきたいなと思っております。さあ、4連敗でホームのゲームということになりますが、津江県金沢は、山口を迎えてのゲームということになります。金沢の方は、このホームゲームで今季初勝利、まあ、初勝ち点を狙うというゲームになりますが、前節山口敗れておりますが、アグレッシブな守備もありますし、自分たちの流れもありますというところでは、金沢にとってはなかなか難しい相手ということになりますが、金沢しっかりと耐えるところは耐えて、なんとか自分たちの流れに持っていきたいかなという感じがいたしておりますが、ただ山口も非常にアグレッシブで、どんどん前向きに迫っていきますし、この辺りは山口の面白いサッカーをいかに金沢が抑えていくのかと、そこに故障機を見出したいなという感じがいたします。さあ、8位藤枝ですが、6位東京ヴェルディを迎えてのゲームということになります。
多分藤枝は結構こう変幻自在にポジションを取ってボールも動かしていくというところでは、多分前半とか特に見た目は藤枝ペースに見えるゲームになっていくと思います。そこで藤枝が1点2点取れれば、藤枝がどんどんこうリズムを掴んでいくと思いますし、そこで崩しきることができなければ、ただそこがね、ヴェルディは相手ペースに見えても守備からどんどん自分たちのリズムに持っていく術があるというところでは、そこで耐えれるとどんどん徐々に徐々にヴェルディペースになっていくのかなと、そんな感じがいたしております。藤枝で本当に今シーズンも存在感を見せております。10番の横山選手は東京ヴェルディのアカデミー育ちということで、これはもう横山選手にとってもかなりこの思い入れの強いゲームになるのかなという、そんな感じがいたしております。さあ、ファジアーノ岡山もこちらホーム連戦ですが、前節今季初勝利しました、ヴァンフォーレ甲府を迎えてのゲームということになりますが、なんかやっぱファジアーノ岡山も昨シーズンからの積み上げで、なんか本当にこうしっかりとしたなんか強いチームになっていってるな、なんかこう上位で戦うのが当たり前のチームに徐々になっていけてるのかなという、そんな感じがいたします。組織的ですし、そしてこういろんな選手がこう入れ替わり出てきますけども、出てきた選手もしっかりと結果を残すというところではいい循環になってるのかなという感じもいたしますし、逆に甲府も前節、今季初勝利というところではその勢いをさらにつなげたい、ここでこの岡山ホームのゲームで甲府が勝ちますと、甲府にもさらに勢いが出てくるのかなという感じがいたしますが、まだ岡山は今季まだ負けていないというところになりますが、このゲームもどうなっていくでしょうか。さあ、そしてこちららしさが出てきたというところではロアッソ熊本ですが、ビハーレン長崎を迎えてのゲームということになります。長崎はまだ今季勝利がない、多分長崎は熊本の距離感のゲームはしたくないということになってますが、このゲームの時間が進むにつれてロアッソ熊本は自分たちの、ペースに持っていく術がある。ここは本当にこの短い距離感でのパス回し、そしてそこからちょっとこうサイドチェンジを使ってみたりというところで、本当に熊本らしさが全開で、この長崎は本当にこの強さがありますが、この長崎相手にも熊本らしさが出せるようなところになれば、熊本もこれまた本気度というか、この強さのなんかこの充実度っていうのが出てくるのかなという感じで、これは本当に熊本の今季の戦うなんかそういう方向性もさらに見えてくるのかなという感じがいたしておりますが、熊本と長崎のこの九州勢同士の対決も注目していきたいと思います。さあ、そしてラストですが、大分トリニータとジェフユナイテッド千葉のゲームということになります。大分の方は今季まだ負けなし、3連勝から前節は引き分けということになりました。前節はちょっと大分の方はなんか自分たちのらしさ、攻撃の部分ではなんからしさみたいなところちょっと出す時間は少なかったかなという感じがいたしましたが、そこにこの千葉もどんどんこうプレスをかけていくような、そういうところになっていくとなんか面白いのかなという感じがいたしますが、なんかどちらも3バックで両翼に広がってというようなチーム同士の対戦ではありますが、だからこそのこのなんか同じ3バックでもこう戦い方の違いとか、そのこの幅の使い方とか、そのあたりを見ていくとなんか面白いのかなという感じもいたしますし、結構両翼に特徴的な選手がどちらのチームにも多いので、かなりそのあたりの戦いを見ていくのも面白いかなという感じがいたしておりますが、大分もねまたホームで戦おうと雰囲気がいいというところでは、そこもちょっと見ていければなと思っております。大分と千葉も楽しみにしていきたいと思いますということで、この5節なかなか楽しみなゲームも多いかなと思っております。 J2 の第5節また楽しんでいただきたいと思います。以上でございます。失礼いたします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。